アントニオ・キメンティ、アントニオ・キメンティ、アントニオ・チメンチ、1970年6月30日イ、は、イタリア・プッラ・ア・デア・シュー・バーリ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。サンベネデッテ・ゼ・カルチョのユース出身。トップチームでは、出場機会に恵まれず、レンタルで経験を積んだ。1993年より所属した。 サレルニダーナスポルトではポジションをつかみ、セリエ C1 優勝並びにセリエ B 上格に貢献した。この活躍がエースローマのフランコ選手会長の目に留まり、1997年に同クラブへ移籍した。ローマではミハイル・コンゼルとのポジション争いになり、1年目は8試合の出場に止まったが、2年目は24試合に出場した。しかし、 ポジションを固めるには至らなかった。1999年、セリエ A に復帰した US レッチェ移籍。2年連続での残留に寄与したが、2001から0に、シーズンは16位に終わりセリエ B に降格した。2002年、ユベントス FC に移籍。ジャンルイジ・ブフォンの控えを務めた。2005年はブフォンが負傷し離脱したが、AC ・ミランからクリスティアン・アブ、 フアーティが加入したため出場機会には恵まれなかった。出場機会を得るために2006年1月2日にカリアリカルチョへ移籍。アンドレア・カンパニョーロとファビアン・カリーニを抑えてポジションを獲得し21試合に出場した。しかし翌年はマルコ・フォルティにポジションを譲る試合が増えた。2007年6月29日、ウディネーゼ・カルチョへ移籍。 レンタル修行から復帰したサミール・ハンダノビッチが、モルガン・デ・サンクティスの後継者として、ポジションを確保したため、控えとしての扱いだったがチームをサポートした。2008年7月19日、エマヌエレベラルディと交換する形で1年半ぶりに、ユベントスに復帰した。しかし、アレクサンダー・マンニンガーが、同時期に加入したため、第3次 EK に降格。 初年度はブッフォンが負傷で離れる時期が多かったが、万人側が代役として起用されたため出場機会がなかった。翌年にブッフォンは左膝を手術した際も、代役には万人側が起用されたため出場機会には乏しかった。シーズン終了後に現役引退を表明した。2012年7月2日。 ユベントス時代の同僚であるチロフェラーラが UC サンプドリアの監督に就任することに伴い GK コーチとして招聘された。2014年よりかつてローマで共にプレーしたルイチリビアジョフィキール U-21 イタリア代表の GK コーチに就任することが発表された。ありがとうございます。